数くらいだ。ノリオだ。だが他の層がおらぬ。ロードたちの伝承をご存知でしょうか。私は当主なので連れ戻してきます。もうことで我らの助けを止められはしません。酒井様。ノリオ、他の層はどこだ。村のクスシを訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか。方針が猛虎に従ったおかげで。抗う者は殺し、従う者に褒美を。奴らのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。どこへ行ったか分かるか。茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。仲間は無事でしょうか。治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じぬ獣ですよ。ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。酒井様、見つけました。沼の方へ行ったか。よし。方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。方針はどのような僧だ。佐護で流行り病のあった時、顔や手足が腐り、皆から見放された病人を進んで手当てするような男です。大した男ではないか。方針曰く僧兵は怒りに駆られていると。ですが私のなぎらたは少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残れ。ソーラが捕まらぬようにな。
したと呼んだ。何が望みだ。And I was all up with some big bad with the good shit. And anyway, what's to say? Tube! I'm talking out! You're a bad nigga! And you know, samurai! させてしまったな。何をしたの？蘇ったという侍はあなたか？方針はおるか？方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。直に戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか？お主ら下がっておれ。皆無事か？怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に？腕利きの薬師ゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと？方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。ご存知ですか？我々が幾とせも隠してきた強大な鎧を猛虎が探しているそうです。猛虎のことだ。
よからぬことに使う気だろう。話によると、その鎧をつければ百姓も英雄になれるとか。武士がつけるとどうなるのだろうな。詳しいことを知りたければ、ぜひ琵琶法師にお聞きください。赤島の近くにいるそうですよ。地頭様はご無事だって望みはあるかもね。武士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。その怪我、かすり傷よ。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。まずまずの出来だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が。申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ心を乱される。先を急ぐぞ。どのような野営です。兵の多くは弓取り。赤島のあちこちで村を襲っておる。
巴がその指揮を。やつらは。おい、戻ってこい。あやつは我らを下すための体のいい道具よ。巴は蒙古に着く前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのですか。まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの賊と同じように処したまでだ。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広則、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。あれは何事だ。戯れにあやめおって。これは警護。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか。あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し。武士は心を磨かればな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ。殺すためではない。どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の戸川、死も追わねばなるまい。わしが切ろう。しかしあえて人殺しに育てたわけではないでしょう。弟子に取った時、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。門を突くぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。弓取りを着々と育てておるわ。あれは蒙古流の芸術。折衷だ。日本式との名。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所が分かりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。